おはようございます。今6時50分です。3月31日、7時から朝食なんで今から食べてきます。今日はですね、なんかパンゴンという町まで行くと思います。それでは朝食、今日の朝食もチベタンブレッドです。食べたいと思います。10時半です。出発して2時間半ぐらい。そろそろ終わりをだらつきそうですね。今日はヌルさんペース早いですね。やっぱ実家に近いから早く行きたいんでしょうね。ちなみにヌルさんの実家はパンゴンです。これロマイロだらかな。宿が見えてきました。ここで多分休憩ですね。疲れた。めちゃくちゃ長い。1時間ぐらい登りたか登った。なんだかんだメラピーク登ってから1日も休まず歩いてるからね、もう限界来てるよ。今日の昼食です。ミート、ダルバート、ミートライス。さあ今日は急遽宿に泊まることになりました。もう雨がひどすぎてこれ以上進めないということで、ここからあと40分ぐらい歩くとパンゴンという町に着くそうです。なのでここは何という町かよく分かりません。はい、ですね、
まあ明日プイヤですね、あのガイドヌルさんの所有してる宿があるところに明日向かいます。